はい、どうもロックです。今日は MRS の、整備をやっていきます。はい、で、まあ、ミッションね、下ろして何をやっていたかっていうと、よいしょ、はい、まあリアのクランクシールを変えときました。はい、そのためだけにね、ミッションを下ろしたわけじゃなくてで、はい、ミッションをオーバーホール、はい、しました。してもらいました、厳密に言うと、ラリー屋さんにちょっと頼んでオーバーホールしてもらったんですけども、まあ、ただオーバーホールしてもつまんないんで、今回クロスミッション、入れました。はい、社外のクロスミッションで、ケーズファクトリーさんっていう、まあこれもラリー屋さんなんですけども、ラリー用の、ビッツですね、ビッツ全般のクロスミッションキットを MRS に使えるみたいな雰囲気だったんで、ちょっとやってみました。はい、まあ、無事、組めたみたいなんで、MRS にも使えると思います。はい、で変えたのが、メインシャフトと、あと1速2速3速4速ですね。5速とリバースだけは、そのまま使ってます。はい、あとベアリングはもう全部、交換しましたね。はい、あとシンクロも、はい、変えてあります。はい、若干やっぱり13、14万キロくらい走ってるんで、それなりに、チンファとか、シンクロ類は少し削れてるような感じはしますね。ギアが今回ね、ちょっと画像で出しますけど、こんな感じで、平場、まあ、スパーギアっていうんですけども、はい、こういうね、斜めになってないギアなんで、めちゃめちゃうるさいと思う、ちょっとギアを入れてみたんで、それをね、ちょっとつけて、どんな音がするのかっていうのもちょっと楽しみに、はい、しています。はい、まあ、とりあえず乗せる前にですね、ベリーズベアリング新品取ったんで、それも変えちゃいます。はい、はい、そしたらフライホイールをつけていくんですけれども、はい、今回ですね、軽量フライホイール新品取りました。はい、はい、戸田さんのフライホイールですね、結構軽いです。で、まあね、ボルトで止めるだけなんで、ちょっと作業工程はスキップします。はい、はい、着きました。以上、トルクレンチで、もう増し締め終わってます。で、クラッチつけるんですけども、今回はこれ、4A 用ですけど、はい、中身は一緒です。S メタルですね。これ。前もこれ使ってて、特に不満ないし、安いんで、これにしました。比べると、まあ半分結構減ってましたね、半分ぐらいには減ってます。はい、まあいい替え時だったんかな。まあつけていきます。
はい、ということで、無事ミッションになりました。はい、いろいろすっ飛ばしましたけど、特に、何もなかったんで、まあいいんじゃないですかね。本当に、うん、普通に乗りました。はい、で、クラッチも切れますけど、なんか前のやつと同じはずなのに、ちょっと感覚が違いますね。軽い、変わったんかな。はい、まあいいか。じゃあ、試運転行ってみましょうか。とりあえずスタンドまで行ってみます。フライホイール変わったんで、クランキングの音も変わりましたね。ちょっとシャリーンっていう感じな、すごい音がしました。じゃあ行ってみましょうか。えい、おおおおお。もうなんかヤバそうな気配がしますね。一速です。ギアがあれですね、スパーギアになると途端にギアノイズがレーシーになりますね。特にあのアクセルちょっと離した時とか、キュン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 って言って、アクセルオフの音いいですよね。ないっすね。うん、なんか多分音楽大きく音かけちゃえば聞こえなくなるぐらいな音量だと思います。ミッションの入りはすごくいいですね。やっぱり純正シンクロっていうのもあって、すごいつながりがいいんで、サーキット行った時もあのハイカムから落ちないでずっと高回転維持してられそうな。雰囲気はしますね。ちなみに5速は、これ5速、はい、はい、5速純正なんで、普通に5速まで上げちゃえば、すごい静かな車になります。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。バイ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 。